行くぞ。 5 4 3 2 1 GO! さすがに地下だと飛び抜けてるな。けどこれも外に出てしまえば通用しないのは一本目ではっきりした。レインバトルに 3VF は鬼門だな。消耗戦になれば扱いにくい車はドライバーを手放せるからな。集中力が切れればミスが出る。その時が勝負だ。ちょっと不安だよな。この2本目は手の内を晒した後だからな。大丈夫かな、バトルは。それは向こうだって同じだよ。プロジェクト D のドライバーがどれだけ順応性が高くホームコースの俺たちの方が有利に違いない。それでも一敗一分けは厳しいがな。田園都市線は車の性能差だけでは勝負しにくいコースだからな。プロジェクト D 相手でも十分に勝算があることは一本目ではっきりした。ましてやこの雨、いくら 3BF でも MT 比の低い大出力電動機にとっちゃまさしくないだろ。さすがについてくるか。無理もねえな。こんだけ粘着しなければパワーの半分も使えてねえからな。 3VF のメリットがメイクポイントになって足を引っ張り上がる。こっちの手の内は1本目で丸裸だ。小手先の駆け引きは通用しない。行ける時はガンガン攻めるぜ。本当にこれで良かったのかな。長引くのはケイスケにとって不利なんだけどな。雨だとあらゆる負担は人間に来るんだよな。消耗するのはドライバーの神経だよ。ケイスケの集中力がどこまで持つかだな。あいつが今取り組んでる課題をきっちりとマスターするためにはいいチャンスだ。じっくりと走り込んでもらうさ。プレッシャーのかかる実戦の中で生きる技術じゃなければ意味がない。相変わらず厳しいんだよな、ケイスケは。同じ通勤型車両だが重量全電動編成考えてみよう。やっと出てきたな。隅っこに隠れてるのはお前には似合わないよ。ヒルクライムはすごいバトルになってた。成り行きでダウンヒルバトルに突入してる。がっぷりと四つに組んで意地と意地のぶつかり合いだ。渡るはよく言ってる。勝ち負けはともかく、これだけのバトルを演出できればここは満足だ。相手はプロジェクト D だからな。本当にすごいよね、二人とも。でもね、信彦、勝つのは絶対ダーリンだと。ダーリンは天才だもん。今何にハマってるのか分かりやすすぎるぜ。あいつの8200は2両編成8軸のうち3軸に主電動機を積んだ 3M 動機。 3VF 制御は細かなトルク制御が可能で高い粘着性能を発揮するが、濡れたレールでは低い MT 比に大出力をかけられない。だが俺の8500回にはそれがない。 T 車2両を M 車に変えた10両全電動車編成だ。こいつの最大のメリットはどんな状況でも立候補指令すれば10両全40軸から確実に安定したパワーを叩き込めることだ。アベレージスピードの低いコーナーに持ち込めば対時直発制御の戦闘力は確実に 3VF 制御の上を行くんだ。500が前に出たぞ。ポイントでしっかり仕掛けてきやがった。やってくれるじゃねえか。だったらこっちも期待にお応えしねえとな。ずいぶん早くに動いたな。凌介、圭介は大丈夫かな。凌介さん、こんなこともあろうかと密かに運び込んでおいた3300。さあ来い。10年越しの悲願、
今、凌介さん実現する。俺たちの声が耳に入らないくらい考え込んで。あれは絶対余計なことを考えてる顔だ。不明装備、この展開になればモチベーションの勝負だ。メンティア改造に不自由しないセミワークスのお坊ちゃん育ちには分かんねえだろうが、気合と根性だけは金では買えないものなんだ。貧乏でも努力したやつが勝ってこそドラマじゃねえか。俺が負けてちゃ盛り上がらねえぜ。たかが雨でそこまでヨレヨレになっちまうのかよ。しょぼいもんだな。勝とうと思えばいくらでもやりようがあるってのによ。何もまともにやり合うことはねえんだろうぜ。二人ともかなり疲れてきてるんだろうな。そうだと思うけど、ドライバーは集中してるから疲れてることに気がつかないもんなんですよ。一発勝負にピークを合わせて集中力を高めてきたから、予定外の2本目はかなりきついです。プレッシャーかけてるつもりだろうが、その手に乗るか。苦しいのは俺だけじゃねえはずだ。ここは我慢比べだぜ。疲れてるのが分かるようなら、もう集中力切れ始めてるってことだから、決着つく時はあっけないと思いますよ。くっ、えらく煽られてる気がするぜ。なぜかな、疲れで俺のペースが落ちてるとしたらまずいよな。もっと突っ込んでかねえと。人間の集中力そう長く続くのじゃないらしい。ギリギリまで張り詰めていられるのは30分くらいが限界だと言われてる。雨で視界は悪いし、レールは滑る。一瞬も気が抜けないからな。集中力が切れたら具体的にどうなるんだ。まず判断力が鈍る。反応が遅れる。ちょっとしたことがストレスになる。二つのことが同時にこなせなくなる。終わるときはあっけなく終わるぜ。頑張ってね、ダーリン。負けないで。今日こいつでも、ダーリン味方だよ。だいぶ見境を失ってきた。にしても、この六つ子の面マジムカつく。何がつくか分かりやすい。あんなところに電車フルッピー落ちない君東急5000系が。いくら、そっちじゃない。いや、落ちないようになってるんだけど、早く向きを変えるんだ。ああ、やろう、何やってんだバカ。ダメだダメだ、そっちはダメだ。ああ、間髪だぜ。しまっ。言い訳に聞こえるかもしれねえけどな、集中力が切れるってこんなもんなんだ。魔が差したとしか言いようがないぞ。自分でも嘘だろって気分だ。てかマジ嘘だろあれ。お兄ちゃん、心配したよ。お兄ちゃん大丈夫って無線で言ってたでしょ。大げさでバカみたい。ねえお兄ちゃん、あんな地味で意地悪なあっちの妹はほっとこう。あっちのかずみちゃん愛想がないしな。なんだか冷たいし、こっちのかずみちゃんの方がいいぜ。俺の妹がこんなに可愛いわけがない。よし、夜が済んだな、帰るぞ。撤収。ぼやぼやするな、さっさと支度しろ。夜明けまでに出発するぞ。うん、スカプー。凌介さん、機嫌悪くないですか。すっきりしない決着だったからかな。
俺も納得してねえし。何か企んでたけどうまくいかなかったな。ここだけの話だけどな、今度のバフ勝てば転属希望聞いてくれるってよ。え、グループ企業でもいいのかな。いいよな、夢の国とかさ。けど簡単には勝たせてくれねえんじゃねえのか。まともにやるつもりは鼻からねえからさ、インチキしたって分かりゃしねえよ。得意だろお前インチキなら。お前に言われたかねえけどな。けどモノレールはやだな。明けの絶叫マシンは答えるぜ。